今回は AMD のグラフィックボード、まだ ATI のブランド名が残ってる、Radeon HD5771GB です。Radeon は2000年に ATI より発表されました。2006年に ATI が AMD に買収された後も ATI Radeon で、存続していましたが、2010年に AMD ブランドへ統合され、AMD Radeon になりました。ラディオンとかラデオンなどと最近の若者は発音しますが、壊れかけのレディオ世代のおっさんはレディオンです。ハードオフジャンクで3000円でした。ちなみに、おっさんは、CPU は AMD 愛好家ですが、AMD のグラボは現在1枚も持ってません。グラボは NVIDIA 一択、安定の NVIDIA、不安定な AMD のグラボなんて、ジャンクで何回か購入しただけです。信者ではありません、普通の愛好家です。しかし、食わず嫌いは良くない。なので、されげどうジャンカーのおっさんは、あえて、変な形のグラボを購入してきました。ただの変態ジャンカーです。無駄に取ってみたいなステイがついてます。あと、無駄に補助電源延長ケーブルがついてます。ケーブルを延長する意味ある?白っ子ファンタイプです。外排気ですが爆熱野郎なんでしょうか?目立つ傷や汚れもなく、綺麗です。前オーナーさんが綺麗にしてくれたのでしょうか?前オーナーが綺麗好きの人だと掃除もしなくていいので助かります。ATI Radeon HD5771GB。このシールだけを見て購入しました。性能まで調べて買ってません。1GB あれば十分だろと思って買ってます。2010と書いてあるので、多分2010年製造だと思います。グラフィックカードの出力端子ですが、デュアルリンク DVI×1、ミニディスプレイポート ×2。邪魔なステイがなければ普通のグラフィックボードです。ATI Radeon のロゴがかっこいいです。かっこいいので無駄にアップデートやります。これで、真の AMD 信者になれそうです。背面はこんな感じです。ステイがネジで固定してあります。このステイの存在意義がわかりません。無駄にでかいので、ケースを選びそうです。後で分解するので、外すことができれば、外してみます。はぁ?こいつオスロッピンだぞ。しかも、小さいオスだぞ。オスなんて電源に刺さらねえよ。何かがおかしい。永遠の素人ジャンカー歴25年の無駄知識をフル活用します。ちょっと、巻き戻し。さっき何か重要なことをスルーしたような。なんで、早く疑問に思わなかったのか。ストップ。ミニディスプレイポート ?Mac かな?このブラケットの質感。Mac Pro なのか?このグラボ。Mac 純正なのか ?Mac って美味しいの?やばいよやばいよ。純正って普通に使えるのか?普通に動作するか不安でいっぱいです。そもそも、マッキントッシュを知らない。1998年、学生だったおっさんは iMac が欲しくてパソコン屋さんへ。クリア筐体でボンダイブルーの圧倒的存在感。都会のおしゃれな部屋にぴったりのパソコン。都会に憧れると田舎の若者が、欲しくて欲しくてたまらないパソコン。それが、iMac G3 第一世代でした。スティーブ・ジョブズが気合を入れて作ったパソコン。買うしかないだろ。と、思い店頭へ。驚愕の値段。学生には無理。マッキントッシュを諦めました。あの時に MacOS 使いになっていたら、Windows ユーザーに文句が言えたのに、当時、貧乏すぎて OS が買えず、Linux ユーザーになったのが全ての始まり、ジャンカーになったのもこの時代、いい思い出です。でも、Mac を買っても Linux をぶち込むだけですけどね。グラボの電源端子は、通常サイズでした。普通の6ピンが刺せそうです。端子が奥の方にあるので刺すのが面倒いですけどね。グリスの塗り替えはしてないみたいですが、グリスは少し硬いくらいでした。コンデンサーも問題はないみたいです。ステイ部分を外してみます。ステイ部分にサーマルパッドがあるので、ステイを外すのは無理みたいです。面倒な仕様になってます。グリスを拭きました。ATI を見るだけで焼きを入れたくなるのは、私だけでしょうか?いつもの安物グリスを塗ります。組み立てて動作確認をしてみます。Mac の純正部品に互換性があるか知らんけど、PCIe×16 と、6ピン電源が刺されば、Windows でも動いてくれるはず。どうも、楽観的なおっさんです。このグラボについて色々調べたら、どうやら Mac Pro Mid 2010に搭載できるグラフィックボードみたいです。と、言われても知らんし、Mac 知らんし、リンゴ知らん、リンゴアレルギーだー。でも、食わず嫌いはダメです。もし動かなければ、Mac Pro Mid 2010を買うだけ、ついに、リンゴ卿に、入信する時が来るのか?とかなんとか言っておりますが、どうせ、普通に動くんでしょ?グラボなんてみんな一緒だよね?動くまでは不安でいっぱいです。その前にグラボとして、動作するかも不安です。また、ATI に焼きを入れる時が来るのか?次はガスバーナーの炙りがいいか?いろいろ考えながら組み立てるのは、楽しいです。AMD Phenom 2X6090T です。
同世代の CPU をつけて動作確認をしてみます。マザーボードは Gigabyte の GA78LMTUSB3 です。 AM3 プラス世代ですが問題なく動きます。メモリは 2GB を4枚使用して 8GB で動かします。 CPU クーラーはコテッチャンマーク2を使用します。 AMD の CPU とブラボで新車専用 PC の完成です。純真無垢な初心者からしたら AMD の CPU を買うとブラボも AMD を選んでしまうかもしれませんが、 AMD と NVIDIA は方向性が違います。簡単に説明すると、ワットパフォーマンスを重視するなら AMD のレディオン、しかしやや安定性が欠ける部分がある。ドライバーの更新で成熟していく感じ。 NVIDIA は性能の安定性に長けており、ゲーム全般で扱いやすいなどなどありますが、詳しく方向性が知りたい人はググってね。不具合が嫌ならメーカー製 PC 買え、自分で組めないなら BTO を買え。自作系の AMD とはそんなメーカーです。 AMD で揃えると一昔前までコスパのいいパソコンと言われてましたが、現在はそこまでコスパは良くありません。恐るべしリサ数 AMD 万歳、アドバンスとマイクロデバイセズ万歳、 AMD に栄光あれ。なんやかんや語りながら組んでますが、長いのでカット。組みました。スイッチオン、ファンが回りました。あとは、DVI 接続で映像が来れば OK です。何の問題もなく BIOS に入れた。すべて問題なし。あとはドライバーが当たった時に正常に動くか、それだけです。OS は Windows 10を入れます。サクサク OS がインストールできます。骨董品パソコンの OS インストールばかりしてたので、感覚が麻痺してます。でも、早いって素敵。問題なく動作しました。メモリが GDDR5、DirectX が11、10年前のブラボでこの仕様、現在でも軽い作業なら通用しそうです。早速、シネベンチ R15 です。オープン GL を測定してます。見た感じ普通です。結果です。61.74fps。GTX650 と一緒くらいです。こんなもんでしょう。次。ファイナルファンタジー14ベンチ、フル HD、最高品質デスクトップで、測定してます。重い。FF は重い。やっぱり重い。すべてが重い。重いのは知ってて、高品質デスクトップで回す意味、暇だからです。結果です。4499。普通判定。いや、重いよ。絶対に重いよ。昭和キッズなら普通だが、現代キッズならブチギレてるよ。次、ファイナルファンタジー15ベンチ。フル HD 標準品質で回してます。当然、重いのは知ってます。どうせ、結果は動作困難です。そんなことより色味の違いが見たいだけです。別に金髪オーライ姉ちゃんを見たいだけじゃねえからな。AMD のグラボと NVIDIA のグラボは色が違います。ソニーのテレビと三菱のテレビくらい、色味が違います。AMD は赤系の発色が強いと言いますが、わかんねえ。編集中に見比べたけど、わかんねえ。目の衰えか、モニターの限界か、わかんねえ。メガネを新しく買うべきか、モニターを買うべきか、悩む。そもそも生まれつき赤系の色が弱いから、諦めるしかないかな？違いのわかる人はコメントください。結果です。726動作困難。37まであと少し。FF といえば37。目標が違います。次。Mac です。どこから見ても、MacOS です。ついに禁断の Mac で遊びます。嘘です。正確にはエミュレーターです。90年代 Mac がブラウザ上で動きます。オープンソースの Mac68K エミュレーターです。どっから見ても MacOS8、ブラウザ上で動くなんて、やばい、やばすぎる。気になる人は、インフィニット Mac で調べてください。制作者さんが YouTube に動画をアップされてるので見てね。概要欄にリンクを貼っときます。なんやかんや言いながら、MacOS を触ってるけど、使い方がわからん。何していいかわからん。Mac わからん。ゲームがあったので遊んでみます。マウスで操作して紙飛行機を飛ばします。紙飛行機が下に落ちたら残機が減ります。難しい。単純なのに、難しい。次。Mac Paint 2.0。Mac といえば Mac Paint 2.0。Mac は知らなくても、Mac Paint は有名。絵心がおっさんにはない。Paint ソフトがあっても、使い道がない。絵が上手な人が羨ましいです。おっさんが Mac 使いならもう少しまともなコメントができるのだが、Mac 知らん。しかも、英語版しかないので、もっと知らんし、I do not speak English。でも、このエミュレーターがブラウザ上で動くのはすごい。普通に感動ものです。Mac に興味がなくても遊んでみてね。
最後にブラボの評価ですが GTX650 と一緒くらいですね。 Mac 純正部品でしたが普通に使えてよかったです。今回は以上です。 Mac 信者の人はチャンネル登録と高評価をお願いします。さよならバイバイ。